父上、夜風はお体に触りまする。うん。父上が何のために戦ってこられたのか、ようやく分かったような気がいたします。売り言葉に買い言葉よ。真田を守る、それだけを考えておった。真田を、お前たちを、太平だの、もののふの意地だの、さようなものと引き換えにできるほど我が手にあるものは安くはない。父上。されど同時に思うのだ。なぜあの時勝頼様と共に死ぬことができなかったのかと。いや違うな、ただ生きろと言ってやればよかった。そのためにわしが力を尽くそうと。それゆえ関ヶ原では西軍に。真田を守る、その思いは信行が見事に引き継いでくれた。真田は盤石のものとなろう。はい。だがお前には何も残してやれなんだ。許せ。父上、何を仰せになる。徳川を倒すという大望を父上は残してくれたではありませんか。そうか。はい。